はい、どうもこんにちは、こんばんは、ミルバキストでございます。はい、こんにちは。無気力なら誰にも負けないネロアストラでございます。はい、ね、兄弟で神々ということでねいいですかダサいっすね。はい、イブのね、実況パート3を撮っていきたいと思うんですけども、前回の続きなんでコンティニューいきましょうかね。やっていきたいと思います。コンティニューで、そうなんですよ、お姉キャラのねギャリーさんが仲間になったということでね、てっていうところですよ。まあ、ちょっといろいろと問題しかないということでね。コーヒーとケーキの絵が飾ってある。まあここは休憩ポイントだってことですね。で、奇数パートなので今回も、私が光るけど今回も私が実況ということでございます。ちょっと事故がでまさかのコンセント引っ掛けて、はい、抜くっていうね、抜けてしまったっていう。はい、じゃあやっていきたいと思いましょい。はい、ここはどういうところでしたっけ。あの顔がしょぼい、あのいろいろとある、何でしたっけ、顔がしょぼい花婿さんにがっかりしてしょげてる花嫁さんの後。 そっかそういうあれだわ。はい、どこかの景色の絵が飾ってある。これは何でしょう。蛇の目の部分がくぼんでいる。なんか入れろっていうねフラグですね。どんぐり。大きな氷の絵が飾ってある。これは女の人の絵が飾ってある。ここの道、なるほどキャー、何これ気持ち悪いということでね、なんで床に目があるのよ。まあ一個一個レモンの汁をかけていきましょう。これは別に踏みつぶすとかそういうあれじゃないみたいですね。でこれだけなぜかすごく充血してますけども、まあ、夜遅くまでゲームやってたと。うん、なんかこの目だけ充血してないということでね。なんでしょう、目薬かなんかを手に入れてやってあげればいい。グッドイ。もう嫌な予感しかしねえよこれ。行くっきゃないけどラビリンス。行くっきゃない、やるっきゃない、負けっこない、止まらない。これは一体なんじゃらほいと。赤い絵の具からまっすぐ南へ。うん、はい、以上。赤い絵の具からまっすぐ南へ。赤い絵の具いっぱいあるけど、とりあえずなんか怪しいところは全部調べましょう。迷路は好きですか。綺麗なお姉さんは好きですか。そうですね、ということでね。ちょっと待って何が出てきた。迷路を抜け出すコツ。壁に片手をつきながら進んでいけばいつかゴールにたどり着ける。コツはいいんだけど天井低くて参っちゃうわ。じゃあコツにちなんでちょっとイブが右手を柱につけながらちょっと歩いてみましょうか。どういうこと。一緒回りますおまけに変なのうろついてるし、挟み撃ちにならないよう気をつけなさいよイブ。ギャリさん申し訳ないんですけど、もうちょっと時すでに遅かりしかもしれない。入ってきてるし、ほらこいつ、こっちに引き寄せて、まああれっすね、絶妙な振り付け構成ね。ちょっと言うてるそばから何やってんすか。あ、ダメになった。という夢だったのさっていうねオチですよ。で、夢オチ？なんだっけ。あ、目が出てきたんだっけ。目が出て膨らんでということでね、鼻毛が抜けて死んじゃったと。なんで鼻毛抜けたら死んじゃうんだよ。なんとなく。で、ここに入ったんだっけ。あ、ここに入ったんだ。でもフラグを回収しないと
いけない。これ1打目食らうパターンですよね。からあこれは何だ、水の入った生け花、あ生け花のあれじゃない。でとりあえず今は生け花じゃない、とりあえず今は抜け出して赤い絵の具からまっすぐ南へ。戻んない。動きがおかしくなっちゃった。しっかりしてください。動きがおかしくなっちゃった。ちょっとこっちに、まあとりあえず赤絵の具からちょっと南行っちゃいましょうか。とりあえず南へ行きたいんですけど。南って下やし。南。名前。南。赤いの調べられないですか。あ、壁にスイッチのようなものがある。はい。押してみますか。はい、押す。まあ、スイッチあったら押すっていうね。壁の外で音がしたっていうことですね。じゃあとっととここのラビリンス抜け、抜け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 ていきましょう。よし。オッケー。抜けられたね。ここって入ったっけ？はい。一旦外に出るっていうね。逃げ腰っすね。ワインソファー。大きなワイングラスが斜めにカットされて中に赤いクッションが入っている。あんまり座り心地よくなさそうね。ということでね。ただなかなかいい趣味してますよね。これ憂鬱って読むかね。憂鬱。字が難しくて読めない。憂鬱ね。あ、よし、当たってた。まあこんなとこにいれば憂鬱にもなるわよね。ということでね。仕事のことを考えた方が憂鬱になると。仕事嫌いなんですか？働きたくないです。そうなんですね。パズル。いろいろな色で塗られた骸骨だ。これ偽物よね。本物だったらちょっといろいろと刑事裁判沙汰になります。これは何でしょう？感情。人の形にも見える木のオブジェだ。よくこんなもの考えつくわよね。ということで、特にこの部屋は何にもない。何にもなかったね。え、次。今そこ入ったんだよね。ここに入ってないのか。またこれは一体何なのだ。まああれっすね。びっくりした。よくある椅子を動かして、あの中央の青いやつを取っていこうと。ああなるほどね。まあ頭を使う場面ですが、あじゃあもう積んだ感じか。そしたらここを動かして、はい次。あれちょっと待って、じゃここは動かしたら NG なんでしょ。ここ、ああわかった。もうわかったの。わかった。なんで聞きたい、聞きたい。うん、それを右、うん、あ動けた。で上、これを上、上、はい、もう一丁上、もう一丁上で右、右、はい。おお、すごい。椅子の上に何かがある。目薬を手に入れた。ということでね。そしたらあの充血してるおめめさんにこれを物理的に刺しに行くと。そうですね。物理的に。物理的に？充血した目がこちらを見ている。じっと見つめ返す目薬を刺すってことでね。でとりあえず目薬を刺します。目薬を目に垂らした。はあ、あーキラキラになったね。よかったね、充血が治ったということでね。ん？なんで移動したんだろう。ここなんか横を見てますけど。目薬を入れた目がじっと壁を見つめている。その壁に何かある。あるってことですね。壁の色が少し違う。隠し通路を見つけた。結構な崩壊音ですよね、うん、これは何だ。何かが落ちている。
赤色のガラス玉を手に入れた。ってことはこれはもうあれですね、蛇の目ん玉ですよね。でもその前にちょっとこれが若干気になるんですけど、まあ、どう考えても嫌な予感しかしない。そっか、じゃあ蛇先にやるか。目の部分がくぼんでいる。赤色のガラス玉をはめてみますか。はめる。落ちた。絵が落ちた。何でしょう。額縁の裏に文字が書かれている。大きな木の後ろに…てんてんてん。大きな木の…大きな木の後ろ、まあ、さっきあったあれですよね。感情。ああ、感情線。これですかい。大きな木の後ろ、ここ、こっち、ん、何、大きな木の後ろ。葉っぱの中に何かが光っている。銀色の指輪を手に入れた。これ結婚指輪じゃない。どうしてこんなところに。多分お金がなくて質屋に。違うと思う。なんで木に引っかかってんの。ということはこれはあの嘆きのバカップルに。なるほど。顔がしょぼいからこう引っ張ったりじゃない、パーンってやった瞬間抜けてっちゃった。ところでネロさん、はい、結婚指輪ってどっちの手にするか知ってますか。知ってますわ。どっちですか。左手っすよ。ああそうですね、悲しき花嫁の左手。銀色の指輪をはめてみますか。はめてみましょう。どこにはめるか知ってますか。そんなん決まったんすよ。どこですか。親指。じゃないからまずないから親指が。はい、はい、薬指ですね。はい、薬指をはめた。違う違う違う、指輪を薬指に。薬指はめるって結構な問題っすよ、ね、間違えた。指輪を薬指にはめたと。まあ諸説いろいろあるけど、あ、にっこりしましたよ。なぜ薬指かというと、よかったですね、幸福の花嫁になりました。こっちは幸福の花婿になりました。よかったですね、まあ、ちょっと花婿さんもうちょっといい顔じゃないときついかもしれないですけど、ちょっとね、童顔ですよね。綺麗な花束が落ちている。ブーケを手に入れたということでね。よし、まあ、ブーケ投げといえばブロッコリーですよね。一旦入れておくか。ここまで進展したから成分をね。あとブロッコリー投げよ。あとはこいつに話しかけるだけかな。いいいいいい、あね、おいね、いいね。バカっぽいっすね。だってそんな感じじゃん。そのあね、くれたらここどうしてあげるよ。いいいいいい、わな、ちょうだい。ということで、あげない、赤いバラを渡す、ブーケを渡すってことね。青いバラはないですか。ないです、ないですね。そんな人を人を踏みにじってる、いざという時のために行くようなね。じゃあブーケを渡しましょう。ブーケを渡した。いい、ありがとう、いい匂いだな、いいっていうことでね。それじゃあいただきます。あー、美味しかった、いい、ありがとう、ありがとう、約束だからね。ここどうぞよ、このドアで奥に行けるよ。それじゃあね、いいということでね。あー、キモいっすね。あの脳内変換的にはあのチピーマルコちゃんの山ピーくんを。あーはいはい、あのいつうもちのね。違うよ。それも山だけど。アンバランスな箱、まあ、ちょっと山ねー言っちゃってる。これは預かりし心臓。じゃあちょっと握りつぶしてみます。あまりよろしくないタイトルですね。そしてあまりよろしくないですね、この部屋は。とりあえず進展したからセーブをして。ボールは友達って言って蹴りましょう。これは一体何なんでしょうか。顔です。いや分かってるけど。顔です。ここ何通ればいいのかな。顔です。ここ通っていけばいいのかな。何、別に何も起こんなかったよね。何も起こってないですね。大丈夫だったよね。で、そして嫌な予感がするんだけど、これ全部動くんじゃねえの。全部動くんじゃねえの。うわー、どっちにしますかみたいな。どっちの敵と対決しますか的な。
こっちの方がいいよね。1234。あれ動かなかった。あれ今なんかここチランって動きましたね。窓がある。多分チラッと動いたのは、うん、出しゃばりな人がちょっと、じゃあ進展したからセーブで。今の影、鍵がかかっている。あれっすよ、うん、ちょっと AD に言われてマイクさんが動いた時の影っす。鍵がかかってるっていうことなんですけど、これは何の絵だ。なんか吊るされた男。この絵美術館にあったやつだわ。ってことでね、全体を見る、顔を見る、服を見る。じゃあまず顔からいってみましょうか。じゃあ顔が悪かったらちょっともう見ないで。じゃあ顔を見てみましょうか。あー残念だ。こんな感じですね。じゃあ全体を見てみましょう。洋服になんか書かれてますね。まああんま腹筋ムキムキじゃないっすね。これはなんだ。5629ハングドラマ5629で、しかも通されてるからこれ逆なんでしょ。6295 6295なんかの暗号ですな。鍵がかかっている。うん、全部鍵かかってんじゃん。ダメですね。どこにも行けないじゃないですか。入力せよ。あ、ここかな。なんだっけ。6295 6295開きました。よいっす。これは何かの絵。花瓶と台が、ちょっと嫌な音がしたんですけど、気のせいです。花瓶と台が描かれている。あれこれまたやっちゃったっけ。やっちゃいましたね。マジで入ろう入ろう。多分この4つの点々のところに持っていくんですね。こういう感じでね。どこかで音がした。多分隣の部屋が開いたんでしょうね。じゃあ隣の部屋行ってみます。誰、そしてもう歩いてる。まあ太郎くんっすね多分。赤いの赤いの赤いの来てる。赤いの来てる。赤いのが来た。赤いの来てる。そして進展したからセーブ。赤いの来てるよ来てるよ来ている来ている来ているよ。超クソ邪魔なんだけど、どうすればいいこれ。ちゃ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 みたいな。ここまで引っ張っておいて、あ、ダメだ。あっちの方が遠いからこっちまで引っ張っておいて、こっち来いよ、こっち来いよ、パンチパーマ、はい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 、パンチパーマ。いや、意味不意味不。え、この部屋にある女の絵の数を答えよ。うん、見てないよ。見てないよ。わかんないよ。25。何も起こらない。ですよね。数えなきゃ。1、2、3、6、4、5、6、7、8、9。じゃあ13っすね。なんで？だって上にも4枚あったんで。来るとき上に4枚。うん。10、11、12、13。こいつは入れるの入れないの？入れますか。入れます？ぼっちにしたらかわいそうなんで。じゃあ14？ こっちおいでよ、ほら、パンチパーマ。おい、パンチパーマ！来いよ、パンチパーマ。よし。どの辺がパンチなのかわからない。じゃあ14ですね。14。開いたー。よかったっすね。女っぽい男が紛れてなくて。どういうこと？作品にはお手を触れぬようお願いいたします。万が一備品や作品に何らかの損害を与えた場合はあなたをも倍させます。どういうことですかね。あなたの命をもって賠償、バイバイ
バイバイさせていただきます。何バイバイってところどころの文字が抜けているってことですね。何もネタが思い浮かばなかった。これは楽しい毎日。美術館はちょっと不気味な遊園地。おかしなものがたくさんあるのよ。ここで遊んでいるとあっという間に一日が終わってしまうの。とっても素敵でしょ。だからあなたもここにいれば。あれあれ本じゃなかったのこれ。大丈夫、みんながいるから嫌ですよ。まあ、そのみんながどのくらいのレベルかにもよりますよね、うん、とりあえずバラを生けて5に回復させておきましょう。よし、OK。そしたら、そしたらあと空いてないのはここか。鍵がかかっている。鍵ちょっと進展さ下からセーブして。鍵ってどこ。あ、そこに部屋があった。いやびっくりした。でも鍵がかかってる。ここもはあはあはあひー。鍵がかかっておらっしゃると。他鍵、鍵あ、ここか。ここが入れそうなところ。なるほど、うん。まあ、また増えましたね、これは。何がエネミーが。これは何でしょう。鏡がある。うん、あれ太郎くんが来ましたね。あれこれ何。マネキンの首がある。何よこれ、いつの間に部屋に入ってきたのよ。でもこれがここにあると出れない。このね、イブちゃんのやる気のない目。え？ギャーな、何よこれ。このとっさに目をつむる。ギャリーを止める。止めましょう。やめてギャリー。そんななんかはしたない、なんか足をなんかパッて開いて、そんなお股開いてはしたない。分かったわよイブ、ちょっとおざらげなかったわね。ということでね、さあじゃあ行きましょうっていうことでね。もうちょっと大人らしい態度で行きましょう。そうですね。あれ、なんか一瞬こっち見た気がするんだけど、まあ気のせい気のせい気のせい。誰、ドロロロロロロ、トリコロール、あぶねあぶね、トリコロールってなんだよ。あ、頑張ってください。超いっぱいいるよ。しかも早えよ。なんだよ、いいパート担当しましたね。いやちょっと待って、トリコロールだよこれ。トリコロールだよ本当に。トリコロールになってるよ。ふうトリコロール。あれでもここ鍵かかってるし、うん、どうすればいいんですかね。一応進展したからセーブをしておいて、まあ適当に部屋入っていくしかないんじゃないですかね。だってもう入れる部屋なくないですか。戻ってみるとか。戻ってみるの。はぁ、1個なくなってる。ということはここに何かがある。そういうわけではないらしい。なーい、そういうわけではない。あれ、ここも一個なくなってる。なー、特にそういうあれではない。これは何、本気でこれは迷った系。新しいところ開いた音とか ないよね。ないっすね。どういうこと。じゃあまあ行った場所から適当に片っ端から。ここも鍵かかってるし、時間もないしお金もないし。ここはもう終わったやつだよね。ここも終わったやつだよね。実際そこに何の意味があったのかっていう。あ、まあそれもそうですね。
この子は何なの？マネキンの首がある太郎くんですね。さっきこんなところにこんなものあったかしらっていうね、それだけだよね。じゃあさっきの鏡の部屋に何かあるかもしれない。鏡の部屋っすか。やべ、迷ったよ。特に二人の姿が映ってるだけだね。マネキンちゃんの首があるだけ。あー、鍵あった、あった、あんなとこには鍵あった。あいつ超早いんだけど、どうすればいいと思う？おい来いよ、ほらパンチ、パンチ、パンチ来いよ、こっち来いよ。これはパンチ後藤ですか？こっち来いよ、パンチ、パンチ来いよ、ほら。よしで、よし、灰の鍵、あちょっと耳キーン耳キーン。だってしかも勝手に入っちゃったよ。ちょっと待って、進展したからセーブしておこう。で、ここに入って、椅子が転がってますね。床に固定されていて動かせない。うん、全部床に、あ、違う違う違う、また間違えちゃった。シフト、どうしてもシフト押しちゃう。疲れたのならゆっくりお休み、もう苦しむこともなくなるからっていうね、まあ、あからさまにここを座ったら死んじゃうよ的なね。まあ粒子テストも巻かれてんから、そのまま電気流れバリ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 って。大きな本棚がある、大きな本棚がある。あら、この本棚動かせるみたいよ。動かしてもらいましょうか。どっちに動かしますか？私的にはあのこれが窓が気になるんで右がいいかなと思うんですけど。じゃあお任せします。じゃあ右に動かしてもらいましょう。 OK、 じゃあちょっと離れて、よいしょっと。窓が隠れちゃったわね。まあいっか。そうね、窓隠してもらいました。もうさっきから窓からガシャンっていうのがねいっぱいありますから、まあ、何度かね。ちょっと待ってください、これはパパとママじゃないですか？いや、大人になったイブとギャリーギャリーなんかかなり雰囲気違うんですけど、二人、右がイブで左がギャリー。見覚えのある男女が描かれている。この二人は。どうしたのイブ？え、この絵の人イブのパパとママなの？ほら、はい、ほらパパとママじゃないですか。ですね。へえ、確かにイブに似てるかも。でもなんでこんなところにそんな絵があるのかしら。まあ正直パパの方全然似てないっすよね。いや、それはどうかわかんないですけど、目の色もママ似だし、うん、あ、イブちゃんがね。そうっすね。髪の色もママ似ですよね。え、本当のパパじゃないんじゃん。ちょっとそういうこと言わない。え、二人はどこかって、それはちょっと私にもわからないわ。大丈夫よ、きっとどこかにいるって。こうまぶたを閉じんとそこに、いや、そういうなんか思い出的なあれじゃなく結構気丈な子だと思ってたけど、さすがに参ってきてるわね。そりゃそうですよ、だって漢字読めない漢字があるぐらいのさ、ちっちゃい女の子ですよ。これで大丈夫だったら結構もうすさんだ生活をしているっていうね。さて、これは何、これでおしまいなのかな。あれ、扉が開かない。え、嘘でしょ、鍵は開けっぱなしのはずだけど。何この音、外から入ってます。ドアの前に誰かいるわ、イブ注意して。何注意してって言われても注意ってどうすればいいの。まあ注意、何注意してって。なあなあ、扉が開かない、扉が開かない。まあ出る場所ありますよ。何出る場所っつったら一つっす。何入ってきた場所イコール出れる場所じゃないですか。扉が開かないよ、扉が開かないよ。ちょ、どういうこと、どういうこと。ああ、ちょっと
チになりそうな場所スルーしすぎ。どうやって入れてよ。なあ、ガニ股女が、ガニ股女が。しかも、ライフ1っすよ。危なかった、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 危なかった。ライフ1っすよ。危なかった。もう、もうそんなことどうでもいいわ。ここまで来れば大丈夫でしょう。ざまあ皆さん、さてと、それじゃ先に行って。イブ、どうしたの、大丈夫？イブちょっとしっかり、イブやる気なくなっちゃったんでしょうね。1だしね。もうダメだこれ、だるいわ。花が1だしね。これ何ですか？精神世界ですか？これはあの、私は今いじってません。勝手に覚えてますね。あ、これで。これは私はいじってないやつですね。ビシビシ。ビシビシって。起きました。あ、おはよう、イブ。気分はどう？ということでね。大丈夫。あんまりだ。怖い夢を見た。という夢を見た。怖い夢を見ましたけど、まあ大丈夫って言っときましょうか。そしたら。あ、そういえばイブって分岐エンドです。そうですよね、分岐エンドですよね。分岐エンドです。それがね、わからないんでね、もし失敗するとまたやり直しっていうね。やり直しません。あれになると思うんですけど、じゃあ大丈夫よって言っておきましょう。本当よかったっていうことでね。でもまだ無理しちゃダメよ、また倒れちゃうからね。うん、イブ、そのコートの左側のポケット探ってごらん。さあ、何でしょう。キャンディーが入っている。な、キャンディーでよかったっすよね。ん、キャバクラとかのマッチとか入ってたらどうしようって。ギャリーこれってってなりますよね。それあげるわ、食べてもいいわよ。ひんやりした空気の中でもゆっくりしていってくださいと。あ、なるほどね。じゃあもうちょっと休んでから出発しましょうっていうことなので、はぁ、なんだこの絵は。無題。特にないみたいですね。美術館での禁止事項。大声での会話は禁止。叫んだよ、今。写真の撮影は禁止。飲食の持ち込みは禁止。あれも飲食物ですよね。そうですね。作品に触れることは禁止。万年筆の使用は禁止。なんで？なんかあれじゃないですか。万年筆って言ったら、うん、インクが飛ぶ？そう、あの某東京と名乗っときながら千葉にある夢の国でも万年筆のインクを武器にネズミが戦ったっていうアニメーションが以前あったことが。あとは、ここから出ることは禁止と。いやですと、はい、じゃあとりあえず時間もちょうどいい感じなので、ここで、第3回目は終了とさせていただきたいと思います。はい、はい、よかったよ、ここまでちゃんと進んどいて。ふぅ。まあちょっとね、あのテンパってんだか死んでくれてもそれはそれで楽しかったと思います。はい、じゃあ、ここまで見てくださった方ありがとうございました。ミルバケストとネロでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではまた次回、アデュー。